館林昇格堂がお送りするロイ・ジェームスの意地悪ジョッキー。ちょっとちょっとあんた何をねそんなとこで機嫌上げてんですよ。なんです？俺は入社以来勤続15年一日も休まずに会社のために働いてきた。この真似ができるかどうか俺の根性を若い奴らに聞かせてやりたい。なんか忘れちゃいませんかってんだよ。勤続15年ぐらいで偉そうな顔すんじゃないよ。こしとらね、この意地悪ジョッキー始めて17年だ。毎日毎日喋り続けて今日でめでたく5000回。おまけに今日はね、私の誕生日と来てんだ。こんな器用な真似ができるかどうかお前さんにね、とっくり、あれ？急に姿が見えなくなっちゃって。どこ隠れたんだ今の人ね。案外気が弱いんだね、勤続15年のおっさんも。